安全会議というものが今後世界に発信することにより、我々が目指すべきゴールはやはりゼロなんだ、共通の目標として、よろしくお願いいたします。よくいらっしゃいました。ありがとうございます。翔一郎さんが中心となってらっしゃった時代ですか。誰だ翔一郎さんが交通安全はあくまでもゼロになるまで信念は貫くもんだと。トヨタイムズの富川優太です。7月に長野県茅野市で4年ぶりとなる立科会議が行われました。交通事故で亡くなる人をゼロにするためにはどうすればいいのか、トヨタだけではなくて他自動車メーカー、サプライヤー、保険会社、大学の教授など自動車産業に関わるいろんなリーダーたちが一堂に会しまして真剣に意見交換が行われました。どんな内容だったんでしょうか。激しく燃え盛る炎、長野県茅野市にある松光寺で毎年7月17日18日に開かれている夏季大祭、その行事の一つが大規模な護摩法要、斎藤大護摩供です。火が収まった後、一人一人が伏せ火の上を素足で渡ります。足元見ないと正面で、怖くないよ、大丈夫よ、足上げて、足上げて、はい、こっちの方がかっこいいです。はい、正面で。佐藤浩二社長もこの日初めて火渡りを体験。御幣を握りながら厄除け、無病息災、そして安全総体を祈ります。最初もうビビりすぎて顔がもう顔面とんでもない映像、この世の終わりみたいなとんでもない映像が撮れてると思います。ちょっと気合い入れて2番手で行ったもんですから、ああ見るからに暑そうで、そう2番手だとちょっとねまだ暑いんじゃないかと思うよね。豊田章男会長も伏せ火の上を静かに歩きました。横がすごい4枚でしょ、4枚です、4枚どうぞ、横引くべましょうか。ちーちょー、そして豊田会長や佐藤社長ら役員に加え、トヨタグループ16社の社長らおよそ420人の関係者が出席し、交通安全祈願を行いました。その後営まれた満灯供養へ。参列者はろうそくに火を灯し、交通事故犠牲者の魂を供養しました。交通事故死で交通安全を考える立科会議が4年ぶりに行われます。司会は豊田章男会長が務めます。2019年に初めて開催された立科会議、交通事故で亡くなる人の数ゼロを目指し始まりました。2回目となる今回の会議には自動車メーカー、サプライヤー、保険会社、大学の教授など100人を超えるリーダーたちが一堂に集まり、交通事故死傷者ゼロに向けた議論をしました。この安全会議というものが今後世界に発信することにより、我々日本での交通事故ゼロを願ってきておりましたけれども、なんとかこの場、550万人を代表したね、こういう場、が世界に発信するような第一歩となることを今日お願いをしたいと思います。基調講演では3人の登壇者が交通安全の
過去、現在、未来について発表。まずはモータージャーナリストの岡崎五郎さんがこれまでの交通安全の取り組みを振り返りました。毎年130万人の方々が世界で交通事故によって亡くなっているという現実、これに向き合わなければいけません。車もちろん安全にならなければいけません。でもそれを操るのは人です。で、道路は自転車も走っています。そして歩行者もいます。ということでやはり人というものにも焦点を当てていかなければ本当の安全はできない。加えてやはり交通インフラ、これももっともっといろんなことができるんじゃないかということです。で、この三位一体となった安全対策というものがやはり交通安全には絶対に必要、どれかが一つ欠けてもいい交通安全にはなっていかないということだと思います。足元の日本のデータを見てみましょう。まだまだ2636名の方が亡くなり、36万2131名の方が怪我をなさっている。これがですね、2021年お亡くなりになった方の内訳です。高齢者ですね、70歳以上の方の歩行中、それから自転車乗車中、ここが最も大きいです。確かにこの三位一体ね、特に最近歩行者自転車に加えて、このキックボードだとか、いうような新しいモビリティも加えてあります。この辺もですね、一体どうすればいいのか、それから携帯で話しながら歩いておられる方、今までなかった条件としてただ出てきたというふうにも感じられます。改めて今思い出しましたけど、安全を交通事故で亡くなる方をどういうふうに減らしていくんだっていう時に社内で議論ありまして、3分の1にしようとか半減しようとか、そういう議論をしてたんですけれども、豊田章一郎名誉会長から、いや半減とか3分の1じゃないと、交通事故はゼロにしなくちゃいけない、亡くなる方をゼロにしなくちゃいけない、強く言われまして、これだけその明確にですね、高齢者があるいは歩行者が自転車がで事故が合うのに、日本の道路環境というのは2番目のピークのところから何もやってないんですね。こういう高齢化社会になってるっていう、道路環境はそのままに、自転車は車道を走りなさいと、キックボードも車道を走りなさいって言って、一般の車の交通流とむしろマージしていく格好になってて、環境の面でももっともっとやることがあるんじゃないかな。最初に内山田さんが交通死亡事故半減といったら名誉会長になんでゼロじゃないんだというふうに言われたという話をしましたけど、私も一度されました。日本は減ってるけど豊田市は減ってないじゃないか、君は事故現場に行ったのか。あれがねすごい衝撃的でした。確かに実際に起きている事故のところに行ってなかったんですね。で、その後、半分悔しくて半分納得して、実際に起きている事故の現場に行きました。そしたらこんなところで起きてしまってるのか、インフラにしてもそんなにお金かけなくてもまだまだやれることがあるなということで、ものすごく、勉強になったなというふうに思いました。次にウーブンバイトヨタの虫上博シニアバイスプレジデントが、市場データを収集して AI で分析し、事故防止に生かす技術の開発をテーマに発表しました。本日の取り組みはですね、お客様の車からデータを収集させていただきまして、そちらの急制動とか急ハンドル操作があった時のデータを自動的にアップロードしまして、どういう運転の場合の危険なシナリオを改善しなきゃいけないかを特定いたします。こちらはですね、実際に世の中でどのような危険事象が起きたかというのを少し客観的にご説明した資料になっています。自転車の飛び出しだったんですけども、残念ながら衝突回避の警報は作動せずですね、
軽微でありますが接触してしまったという事例でございます。今回は弱点である自転車の認識能力を高めるために動いている自転車の類似データを、まあ、集まっているデータベースからですね AI の力を使ってどんどんと抽出をしていくという形になります。このように、トヨタの車からですね取られたデータから自転車が映っているシーンをどんどん自動的に、集めてくると。これによって機械学習をどんどん回していくと。こちら先ほどの横断自転車と軽微な衝突をしてしまったという例でございます。青色が改善後再学習させた場合なんですけれども、コンマ8秒早く横断自転車という認識ができているということになりますが、大きく改善をしていることが分かってきました。市場のデータ収集に関してお客様の参画が必要、ということをもう少しお伺いしたいのですが、実際にその今、まあ、自動でデータをアップロードしている中でお客様の理解、また参画に具体的にどのようなこのハードルがあるんでしょうか。それを少しお伺いしたいんですが、まあ、日本のデータではありますけれども、トヨタの車の例でございます。購入の際に今データの送信機がついておりますので、開発に活用させていただいてよろしいですかって今合意を得るような形を取らせていただいてまして、何割かのお客様はやはりプライバシーを気にされてちょっとデータを使うの嫌だというお客様いらっしゃるのも事実です。現時点は比較的高い率で合意いただけてるんですけども、そういうちょっと流れが来た時に自動車業界としてこういった発信ができればいいかなと思っている次第でございます。そうするとやはりそこは自動車業界が中心になって、まあ、ここの550万人のいろいろなステークホルダーがやはり社会を挙げてこの知能化というサイクルを回し、より安全な社会を実現するということを、まあ、発信をしていく、まあ、これがやはり不可欠だというふうに理解をいたしました。立科会議が開催されたのは長野県茅野市にある立科山のふもと。そもそもなぜ交通安全を考える会議がこの地で開かれるようになったんでしょうか。その理由を探るため茅野市内にある昇光寺に向かいました。こちら昇光寺でございます。ご住職と待ち合わせいたしております。すいません、ご住職、お忙しいところ申し訳ございません。よろしくお願いいたします。よくいらっしゃいました。ありがとうございます。立派な山門ですね。昇光寺が建立されたのは1970年、トヨタ自動車販売の当時社長だった神谷祥太郎さんの呼びかけで、交通安全祈願と事故で亡くなった人の慰霊のために創建されました。ここは八ヶ岳茅野で、トヨタガズーレーシングラリーチャレンジが開催される際、スタート前にドライバーやチーム関係者が参拝することでも有名です。いや、案内して、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はあ、すごい参道が奥行きがね、スーッとまっすぐ。また綺麗な庭園です ね。交通安全を祈願しようという皆さんが、そういうふうに法華経の観音様の33化身をの信仰を現実の姿として表現をするカルラ、はい、鳥の世界からアシューラ、修行僧、人間、そういうこの人間だけの安全でなくって、生きとし生けるものも一緒に安全であるべきだという法華経の信仰に基づいて、この33大化身というものがあるんですね。この後トヨタと昇光寺の関係について詳しく聞くため、お寺の近くにあるレストランへ。ここは住職がたびたび訪れているというインド料理店です。あら、おいしい。カレーを食べながらというね、からまあまあ先カレー食べない。
ありがとうございます。私たちが頼んだのはこちらのカレー。じっくり煮込んだほうれん草とインド風自家製チーズが入ったパラクパニール、そして炭火で焼いたナスとフレッシュトマトが入ったベイガップルタ。ご住職はカレーお好きなんですか？そうですよ、たまたまインドへ20回も行ってる間に好きになったし。はあ、そっか。これでね、はい、これに包んで食べる。あ、これをや、開けるんですね。そうです。住職によると、インドではカレーやヨーグルト、ご飯などを混ぜてナンに包んで食べるといいます。あ、おいしそう。おいしいですか？本当に美味しいです。まず住職に小光寺が建立されたきっかけについて話を聞きました。できたのが昭和40何年ですからね、交通事故死者が1万6000人を超えた、その交通戦争と言われた交通事故をお祈りすることの方が大事だという、そんなことがだんだんと私の心をこの お寺の運営に引き寄せないかんという、そういう気持ちになってきたんですね。昭和60年代は正一郎さんが中心となってらっしゃった時代ですか？豊田正一郎さんは神谷さんの販売店の自分の副社長でしょ。ですから神谷さんがもうかなりの年配になっておられたから、はい、正一郎さんがいよいよ引き継いで販売店を、そしてメーカーとしての豊田自動車工業、はい、これと自販とがこう合併するでしょ、はい、その合併した機会に豊田正一郎さんが交通安全はあくまでもゼロになるまで自分の信念は貫くもんだということを公言されるようになったな。交通安全への思いというのは豊田章男さんも人一倍強いと思いますけれども、ね、どのように感じてらっしゃいますか？そう思いますよ、うん、豊田正一郎さんはそういう不言実行というのか、言葉は少なかったけれども信念の非常に強い方だったと思う、まあ、そういう、うん、正一郎さんの姿を秋葉現社長はずっと、まあ、眺めながら、いわゆる日本の会社そのもの、いわゆる自動車工業というそういうこの業種としてして社会奉仕、社会に貢献するというそのことをやっぱり真剣に秋葉社長は考えざるを得なかったんでしょうね。まあだから秋葉社長さんも大変親思いの人だと僕は、まあこの間お亡くなりになった、ご葬儀までの間少し日数が空いた、どうやら秋葉社長さんは正一郎さんのいろいろ社会に貢献してこられて思い出の深いところ、それを車でずっと回ってこられたという話を聞いてね、私は本当に
目頭が熱くなるほど、秋代社長さんは章一郎さんの生涯を深く忍んでおられるんだなということを思いましたね。交通安全について議論する立科会議の開催について住職はどう考えているんでしょうか。交通安全の立科会議というようなものが豊田自身が考えてくれること、そういうことがだんだんと、交通安全の祈りが深くなってくるということだろうと思うんですね。立科会議の最後に登壇したのがトヨタリサーチインスティテュート CEO のギル・プラットさん。人中心の AI の開発というテーマで発表しました。And I'm going to begin my talk by talking about Abraham Maslow, who is one of the founders of humanistic and positive psychology. So among other things, Maslow developed an ordered list of human needs, which starts with physiological needs that you see on the bottom, goes to safety needs, and then to all the way up to self-actualization at the top. And I want to show you how creating both safety and love can ensure the competitiveness of Japan's car industry in the coming age of artificial intelligence. AI is like all previous technologies, starting with fire, that have both positive and negative possible consequences. So the question is, what will the new AI bring? Well, as with every form of good and evil, it is up to us. We can choose to squander the positive potential of the latest technology and use it to fight over resources at the lower level of Maslow's hierarchy. This happened 78 years ago, of course, and is happening again now in Ukraine. Or we can use the new AI technology to go up Maslow's hierarchy and focus on making products that convey our love, just like the rose that you see in this picture, and that's my wife on the left-hand side. People also love cars, because when a car is good, a car is like a flower, a token of love that goes from the company that made it to the customer. When my wife tells me that she loves a flower that I gave her, what she is really saying is that the flower carried a message of my love for her. When a customer says that they love their car, they are not only saying that they appreciate their car's utility and their car's QDR. They are also saying that the care with which the car was designed and manufactured made the customer feel loved. 自動車業界を代表する皆さんは立科会議をどう受け止めたんでしょうか。三位一体っていう話がありました。で、車AI データとかいろいろ使いながら性能は向上してるんですけど、最後はやっぱり人じゃないかなと。人の限界が分からなくなってるっていうのが一つと、思いやりっていうのが非常に大切なんじゃないのかなっていうふうに改めて思いました。やっぱり車がいくら良くなってもインフラが良くなっても最後車を操るのは人だというところで、どうやって人の思いやりを思い出させるか、車に対して愛を持つっていうのも必要ですし、人に対しての愛をいかに持ってもらうかと、ハンドルを握るにあたってそういうようなことをやっぱり、訴求していくっていうのが必要かなと改めて思いました。私本当にハッときたのが、やっぱ顧客にやっぱり愛を持って本当に技術開発を進めてきていたのかっていうのが少しちょっと忘れかけてたところがあって、すごくハッとさせられました。果たして私たち本当に高齢者の医学的な見地からその反応が
非常にこう鈍かったり、その、まあ、例えば怪我をされたらなかなか回復をしなかったり、そういうことまで本当に本当に深く深く考えて技術開発をやらなきゃいけないんじゃないかっていうことを本当に今日のいろんなプレゼンを聞いて思いました。最近我々もですね、車好きの会社と辞任しておりますが、それは自分たちの立場からの話であって、やはりお客様が車が好きと言っていただけることとですね、我々は車好きのこととちょっと違うことだというふうに思っておりまして、やはり今回ありましたけど AI のデータ、コネクティビティファンクションが入ってデータが取れる、このデータをお客様の VOC だと思って向き合わないといけないんじゃないかというふうに今日新たに思いまして、やはり一日家を出たら笑顔で帰ってくると、それを車を使って楽しかったと言ってもらえるということが一体どう実現できるかを、自分たちの技術だけではなくっていろんな皆様との競争で作り出していければいいかなと、そういうふうなちょっと気づきを今日いただきました。今日のテーマの中に愛という言葉がありました。ギルさんから愛を持って考えていくことが大事なんだといただきました。しかしながら日本語の愛は実は私という意味の愛でもあったりして、交通安全を考えるときにその中心が同じ愛でも私という愛になってしまうと、その向かっていく先が変わってしまうよと、大祭あるいは祈りを捧げるというところを原点に置いたときに、我々が目指すべきゴールはやはりゼロなんだと、骨死亡事故ゼロというところを共通の目標としてそれぞれが行動していくことが大切なんだと。4年ぶりに開かれた立品会議、秋尾さんはどんな思いで司会を務めたんでしょうか。こういったこの立品会議にトヨタ自動車だけではなく、自動車会社だけでもなく、いろんなその車にまつわる会社の方が参加して一緒に考える、どんな意義があるもともとね、これ立品さん商工寺 の大祭にこういうメンバーの方はほとんど来ておられました。唯一来ておられなかったのは他の自動車メンバーですね。私は自動車工業会会長になりました時に、安全はトヨタグループだけで実現できるものではないということで、他のね OEM の方にも声をかけ、ご希望の方はこうやって参加していただいて、でみんなで一日安全を考えようっていうのが、ね、本当スタートしたと思います。コロナでねちょっと4年ほどでしたけれども、ここで再スタート切れましたので、これがね継続することによって安全というものが、そしてまた世界では、2013年に125万人というね犠牲者の方は現在130万人増えております。日本はピークの1万6000から3000を切るまでですから、この日本でやってきたことというのは、ね、結構世界にも発信できるんじゃないのかな。それともう一つはやっぱりその三位一体という言葉で扱う人、やっぱり人に対してどう啓蒙していくか、今までは何か新しい新技術データ活用、それによって安全を確保するというものから、こういうね、人の啓蒙、人への教育どうするかという新しいその指針がね今日出たというふうに思いますので、大変意義があったものじゃないかなと思います。カーボンニュートラル社会実現を目指していて、自動運転で AI の技術がどんどん発展していて、我々どうも未来にこうガッとこう集中して見ちゃいがちなんですけれども、やっぱり車という会社にいる私たち、交通安全っていう部分は非常にコアな部分、永遠に変わらない部分ですね。Safety in general is difficult when you have a human being controlling a vehicle. The reason is that we as human beings, we have a tremendous ability to empathize with other people. So a human driver can empathize with a pedestrian and predict what are they going to do next. A human driver can empathize with another driver and say what are they going to do next. But a AI system has more difficulty. That there are still going to be cases where the AI system cannot empathize enough with a person to predict what they will do. But I think that we can improve things tremendously. いろんな方も
おっしゃっていましたし、なかなかこれは難しいと思うんですけど、こう限りなくゼロにっていうのは交通事故、はい、近づけることはできるんでしょうか。僕らロングテールと言ってまして、本当になかなか出ない事象でも一件出てしまったらゼロではなくなるとかありまして、そのレアケースというのをいかにこう学んでいくかというところで、例えばそのコンピュータグラフィックを使ってなかなかリアルの世の中の画像データ取れない、頻度も少ないの取れない、そこを CG で作ってそれを機械学習で読み込む、そういった技術も使いながらゼロナイズに向けてやっていくんだろうと思っています。そして今年、実務レベルで交通安全の具体的な取り組みを進めるために分科会が発足しました。参加するのはモビリティに携わる多様な企業、実効性のある施策を進めることが目的です。私たちトヨタイムズもこれからも安全に取材を続けられるよう住職に車両祈願をしていただきました。今回のワールドトヨタニュースはアフリカケニアのある場所からお送りします。ケニア唯一のトヨタ代理店 CMK の社食を体験します。ここですね。失礼します。あれ、名前を書くんだ。じゃあ、社員証でピッとかじゃなくて、マニュアルで。へえ。すみません、メニューはどうなってるんですか。メニューは、まあ、ご飯とうがりって、もう召し上がられますか。白いご飯みたいな、うん、いろんなお菓子と粉を練って。へえ。ケニア の、 主食です。あ、そうなんですか、うん、食べたことない。ライスかうがりかチャパティか試されます。あ、これどれか選ばなきゃいけないんですか。はい、選んでください。選べない。この日のメインディッシュはビーフシチューだったんですが、それに合わせる主食を迷っていたら、だったらと優しい給仕スタッフは全部入れてくれました。ありがとうございます。これでいくらなんですか。これで200円とか300円くらいですね。200円とか300円、感激のお値段ですよね。そして早速いただこうとしたら、あ、猫がいる。3匹の子猫。いただきます。何からいこうかな。まずはこれですね、うがりからいただきます。見た目はね、おからみたいな感じなんですけど、結構ね、ずっしりくる。いただきます。もちもちしてる。あ、でも奥の方にコーンっぽい感じがしますね。確かに風味が、コーンっぽい風味がします。もし嫌じゃなければ、ぜひ手でこねて。あ、手で食べるんですか。こねてこうな、つけながら食べるとより本格的な感じが。こねるんですか、はい、よりもちもちさせる。で、この辺の、はい、このつけて、おいしい。これだけで食べたらね、ちょっと味がないから。ちょっとスパイシーなビーフシチューで、で、うがりが邪魔をしないので、もちもち感が一緒になって、だから食感を楽しみながら食べるようなビーフシチューになりますね。スクマを、まさに現地現物の原理、現地のものは現地の食べ方ですよね。手でこねて食べたら確実に美味しくなりました。スプーンではなかなか難しい手のこねこねがポイントですよ。あ、美味しい美味しい。美味しい。お先にごちそうさまでした。美味しかったんですけど、やや食べるのに集中できない理由がありまして、猫ちゃんたちがここで、ね、あげられないんですよ。可愛いんだけど、なんかそわそわしながらいただきました。 CMK の皆さん、ごちそうさまでした。そしてありがとうございました。